はい、ということで今回からこの友達コレクション新生活をやっていきたいと思います。この島をあなたにプレゼントしたいのですが、まだ名前がありません。いい名前をつけてもらえますか？島をプレゼントってすごいね。誰だ？島の名前をつけてください。まあ、これはもちろん、当然のごとく、あゆな島だね。お、島は何と読みましょうか？とう、島、島。あ、ちゃんといろいろ読み方決めれるんや。あゆな島で、もうすでに私あゆな島って言っちゃったしね。あゆな島、素敵な名前ですね。ありがとう。それでは早速、あなた自身の分身であるミーを作ってみましょう。ってことで、私は、ミートモをやってたので、ミートモのキャラクターをちょっとそのまま使おうかなと。アイロの性格は和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい。あ、やっぱりミートモと同じになるね。そりゃそうか。マンション？アパート？お、たった今アイナが住むマンションが建設されました。ちょっと行ってみましょう。私一人のためのマンションが。はじめまして、アイナです。あれ、あなた私に似てますね。まあ私だからな。あ、これこれ、このモヤモヤがさっき窓から見えとった。他に誰かがいたらいいのに。よね、まあ一人、こんな広い島に一人ってね。ここで、まあ、私の弟でありアユナチャンネルの編集担当であるアスムを作っていくけど。お、一緒じゃねえか。和み系、まったり型、どっちも一緒やね。系統も一緒、型も一緒だ。オッケー。アスムのドアップ。来たよ来たよ。なんか歩き方かわいいな。え、すごい殺風景な部屋。これ部屋のカスタマイズとかもできんのかな？ミーが勝手にするんかな？てかめっちゃ勝手に話しようんやけど。楽しそうだな。混ぜろよ。お！アユラとアスムは友達になりました。おお。このようにミーたちは勝手に会って喋ったり友達になったりします。アスムです。アスムです。やや心配性な男です。なよねよしてそうだな。お腹が空きました。お腹が空きました。知らんわ。食べろよ。え、てか、あのなんかいろいろ薄いマークがあったとこって全部建物ができるってこと？え、建物立ちすぎじゃね？うまく食べ物を買えましたね。では、アスムに食べ物をあげてみましょう。まるで餌付けだな。あーん。違う。いただきます。お、すごい、掴んだ、ガシって。おー、え、この食べる音は、ものによって違うんかな？今なんかすする感じの音やったことない？もし仮にあなたの分身が赤ちゃんを授かったとしたら、その予想をちょっとだけ見てみましょうか。お、なになに？未来スコープ的なものが。実は、私たちに赤ちゃんが生まれました。おー、なんか私の未来の旦那様はちょっとロン毛っぽい感じの。赤ちゃんの鳴き声リアルだね。なんだなんだ？ミーニュース。え、これ私じゃね？市役所がオープン。あ、さっきの市役所か。学校かなんかかと思った形的に。すごいかっこいいね。あ、ちゃんと市役所に住民届みたいなの届けに行くんや。え、すごいすごい、リアルだ。本当にリアルだ。あ、ほらほら、アユナだ。てか自動的に進むんだ、これ。お、浜辺。散歩にぴったりの浜辺。朝、夕方、夜で違った顔を見せる海の眺めが素敵。なるほど。お、入ってしまった。なんかあるんかな？いや、特に何もないぞ。じゃ、とりあえず、マンション。お！ 3 人に増えとるね、ちゃんと。てか、全員もやもや出てない？じゃあ、ちょっとアスムの方行くか。ね、え？寝てるよ。夢ってなってる。ちょっと入ってみようか。超寝てますけど、何この夢って。押してみよう。何これ何これ。え、何これ。え、怖い怖い。なんか超動かせるんだけど。明日もおもちゃだわ。お宝をコレクションしましょう。集めたお宝は市役所のアルバムでチェックできます。質屋さんがオープンしたらお宝を売ってお金に変えましょう。犯罪じゃね？大丈夫っすか？はい、こんばんは。知らんがな。こう？あ、違う。この辺か。え？あ、こういうこと？あ、なるほど。自分がタッチしてる場所が鼻なわけではないんだね。はい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 。え、どうよ？出ない？まだ。はい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 。どうなの？出ないの？出ないの？まだ出ないの？お互
ました。収まったんかい。なんか転がってんすけど。超転がってんすけど、なに。何やってんの。もうちょっと。女子力以前の問題なんだけど。おー、ミーニュース。来た。なんなの、私はアナウンサーなの。おー、あ、そういうことね。あ、すごい。おー、綺麗。アイラのそっくりさん。はいはい。あ、あの横に置いてある透明なケースが募金箱ってこと。へぇー。あ、いいね、そういうの。ふんふん。なるほど。あれだ、動物の森的な感じだ。じゃ、ちょっと行ってみようか。めぐみの噴水。募金中。一日一回住人たちが募金をしてくれます。あ、必ずしてくれるんやね。ありがたい。それは私は参加できるの？お、募金中。すごい。集まりよる。おー。いいね。募金中。オッケー。今日は2590円集まりました。リアルだね。ん？まだ私なんかもやっとるよ。ね、私一人なんか、だからなんで私はグデグデしてんの、いつも。入るよ。私尋ねるよ。ちゃんと起きて。こんばんは。お腹が空きました。あ、ね。一人だけ何も食べてないもんね。これね、ホットケーキあげる。さあ、食え。ちょっと静かめの音だね。お、だいぶ満腹。結構美味しかったようです。好物1位だ。お礼にこれをあげます。お、なになに？実用品、風邪薬をもらいました。おー、これは役に立ちそうやね。そのうちなんか風邪をひきました。ごほごほみたいな住人が出てきそうな気がする。まあ、こういう感じだ。部屋の過ごし方にも、人間性が出るんだなぁ。怖いよ。ん？しゃっくり？しゃっくり出てる。そういうのあるんやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。で、ちょっと今回ね、また新しい住人の人が、増えます。ほい、ということで、QR コードを読み取りました。性格はドライ系、第一印象自信家、特徴形式的負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、成果にこだわる、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いほど燃える、少しおっちょこちょいな面も、お、かわいいね。オッケー。なんか、マークが違うのがおる。ほら、ここなんかマーク違う。あ、スムだし。入るね。ポカポカしますね。ポカポカする。いい陽気だ。おー、台湾さんと、紹介する。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？なんだろう、面白い話じゃないかな。なんか、楽器とかいろいろ部屋にあったけんさ、ちょっとそういう。おー、いいね。繋がっていく、みんなが。お、アスムが台湾さんの部屋に来たよ。なんかこういう友達関係が繋がっていくっていうのも、私の役目。すごい。いいね。なんかちょっと重大な役割を任されている。うまくいった？おー、うまくいきました。やった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お、やったね。友達になれたって、台湾さんと。満足度はレベルで表示されるんよね。お、なんだ？実用品、胃腸薬をもらいました。胃腸薬。きっと誰かおじさんとかが欲しがりそうな感じかな。ニュース速報。すごいね、この島って一軒一軒建物ができたら、こういう速報が。おー、待望の服屋さんが。すごいね。これからはきっとここが島の流行発信地になると興奮気味に話し
していました。おお、かっこいい。こういうどこの店も毎日商品が変わるのはいいよね。お、ケンさんじゃないか、早速。お、あ、なんかすごい綺麗な部屋なんやけど。いいな、いいな。入る。目標が高いほど燃え上がる、すごいいいね。かっこいいね。嬉しい時に使う言葉。嬉しい時に使う言葉？言葉を教える。嬉しい時？嬉しい時に使う言葉ってなんだ？やったーとかかな。やったー、これでいい？決定。やったー。でいいですか？多分いいと思う。いいよ、いいよ。はい、わかりました。なんかすごく真面目そうな感じだ。てか何？コックさんの服？ん？言葉アイコンが追加されました。ここをタッチすると言葉を覚え直させることができます。へぇー。すごい、言葉を覚えていってくれるんや。てか、いろんなボタン追加されてんだけど。前までプレゼントボタンしかなかったことない。このなんかイベントっていうのが、なんかあるんかな。お、朝市開催中、食べ物を大量購入するチャンスぜひ買ってあげよう。何それ何それ。大量購入。美味しいじゃがバタ。これ、ケンさんじゃない？買おうよ、買おうよ。いらっしゃい。え、あゆな通り過ぎましたけども。この店が元祖だよ。ね、この店が元祖？ 10 個ぐらい買っといていいんじゃない？ね、買う。毎度あり。ほいほい、ありがとう。じゃがバターとか絶対美味しいやん。イエーイ。なんかこっち、誰か人おるってことかな？浜辺。人のマークよね、多分あれ。お、二人もおる。お、これは、台湾さんとはアスム？話しかけれんのかな、これ。様子を見守るだけか。なるほど、なんかシュールだな。超シュールなんだけど。でもまあ、友達になって早速一緒に海に遊びに来たわけね。いいじゃん、いいじゃん。なんかそういう様子が見れるのいいね。ちょっと服屋さんにも行ってみよう。いらっしゃいませ。お、あれかな、この島の売り子さんっていうのは全員黒子なのか。お嬢様ワンピ。うわ、超フリフリなんすけど。ひらひらフリルのワンピース。あなたもわがままお嬢様になっちゃう。あ、ポーズが変わる。すごい。いろんなポーズ撮ってくれるんやね。女の子の発表会の服。え、こういう服とかもあれ？あ、ピアノの発表会とかで着そうやね。あ、初めての晴れ舞台、女の子の緊張がこっちまで伝わってきそう。こういうのって、こういうのも、あれプレゼントで渡すんかな。制服をちょっと着崩してかっこよく、このバランスが難しい。中学のジャージダセーな。学校指定とはいえ、意外といけてる、いけてるのかこれ。いけてるの？ダサいって言っちゃったよ。スポーツだけでなく普段着にも。なんか最近ってさ、学校で、結構スポーツブランドのジャージとか扱っとるやん。なんだこれ、マッスルスーツ。ね、意外と最近の学校のジャージって指定でもかっこいいんやけど、でもあれはダサ、これはダサいよ。マッスルスーツなんか超高いけど気になるよね。どんな貧弱な人でも一気にマッチョマン。切れてる切れてる。なんだそれ。季節の品。あ、わかんね。カタログ。あ、なんかいろいろあるんやね。ほら。あ、すごいかっ、あ、これかっこいい。ジャケット T シャツ。シンプルやけどね。何あれ？病んでんの？入る。私、もうダメです。なんだなんだ、どうした？何が起きた？風邪ひいたぐらいでもうダメとか言うなよ、弱すぎだろ。薬なんかあったっけ？あ、風邪薬ちゃんとあるじゃん。すごい都合よくあるね。あ、はい、どうぞ。飲め。いただきます。食べてるよね。おお、有効成分が風邪の諸症状に効きました。そういう表示の仕方なの？まあ、治ってよかったけど、お、レベル上がった。満足度レベル 2？ おめでとうございます。ミーの満足度がいっぱいになったので、レベルアップしました。おうおうおう。
ミーがレベルアップすると歌、道具、インテリア、言葉、お小遣いの中から一つプレゼントすることができます。これってお小遣いあげたらミーが勝手に買い物行くんかな。あーでもなんかね、部屋の中がみんなに比べてすごい寂しいけん、インテリアをあげたいよね。歌をプレゼントってなんなんやろ、私が歌うの。まあじゃあとりあえずインテリアで。インテリアをプレゼントするとミーの部屋を模様替えすることができます。そのミーに合ったインテリアをプレゼントしましょう。おー、いいね。これってどんな感じか見ることは、あ、できる。かっこいい。アジアモダンスタイル。植物スタイル。おー、なんか、マイナスイオンとか出てそう。タイルスタイル。これかわいいな。中流ファミリースタイル。ナチュラル、ナチュラルウッドスタイル。あー、まあ一般的な感じ。水色の壁スタイル。あ、かわいいけど。どうやろう。あ、でも私的にはタイルスタイルかな。これあげる。これもプレゼントか。すげえな、リボンついとる部屋に。インテリア、タイルスタイルをプレゼントしました。おー、一気に変わった。新しい部屋見ていく、見ていく。本体を手に持って見回せるよ。スライドパッドでも OK。あ、な、すごいすごい。こういう見方できるん。めっちゃいいやん。快適ですね。快適？よかったよかった。すごい。めっちゃすごいんだけど、ごめんね。ぐらぐらしてるけど。またなんか出た。ニュース速報。お、アスムじゃねえか。ニュース速報。インテリア屋さん。めっちゃいいやん。てかこれってなんだ、部屋ごと購入なんや。家具じゃなくって。いいな、でもセットで用意してくれた方がまあ楽よね。次回から一回買ったら全部買えるんや。いいねいいね。動物の森でもそうやもんね。カタログになるもんね、一回買ったやつって。お、なんかできたよ。ん？音楽ホールかなんか？ミーニュース、速報多いよ。ニュース速報です。音楽堂。思い切り歌える場所、カラオケとは違うのかい？おお、私から歌をプレゼントされた人は。すごい、バックダンサーつけて歌えるんやって、やば。これってさ、何、職業とかもなんか仕事しだしたりとかするんかな。おお、そうなんや。なるほど。台湾さん、ありがとうございます。島の住人みんながアナウンサーなんだな。じゃあちょっと歌を。お、ジャンルを選んでください。ロックね。なにこれ？これ歌詞？イカスアノコ。イカスアノコ、これが歌詞？あ、いや別にいいよ、これで。あ、歌ってもらうでいいんやね。はいはい。イカスアナコっていうタイトルなんや。すごいすごいすごい、バックダンサー。バックダンサーちゃんとついてるよ。おお、すごい、歌いよる。ちゃんと声ありや。この後ろで踊りよるのは住人ってことかな。いいねいいね、ほんと歌手気分やん。すごい、こういうことができるらしい。はい、ということで今回は一旦この辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回も新しい住民の人が増えてくれるので、増えてくれる、増えるので、 Twitter のね、呼びかけでまた。はい、ということでマサオさん登録しました。クール系、第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている、きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ、おとなしめだけど言いたいことは言う、ルールを破ることはほとんどない。お、なんかできた。
服を着替えさせたことによって何かが、お、ニュース速報。ミーニュース。ニュース速報です。ほいほい。帽子屋さん。お、帽子屋さん、マジで。帽子専門店、いいね。こんなに自分に似合う帽子があるなんて、そんなに？てか建物めっちゃ可愛いんやけど。ね、いいね、ああいう丸っこい感じの。メルヘンな感じ。ベレー帽とか、シルクハットもある。ちょっと見に行ってみよっか。ほいってことで新しくできた帽子屋さん。帽子の専門店。お気に入りの帽子を住人にプレゼントしてあげよう。ということで、ちょっと見に行ってみよう。安全ヘルメット。働く人の頭を守る安全ヘルメット。工事現場では忘れずに被ろう。魚の被り物っていうのはもう、魚くんだよね。ふっ。魚くんを超えていた。まるで魚に食いつかれたかのような一体感。周りをギョッとさせたい人におすすめ。ソフトクリームの被り物は？おう。体を張った一発ネタ。ソフトクリーム以外のものにも見えたりして。うんこだよね。めっちゃはっきり言うけども。緑のマークは何だった？今までに見たことない。お、一緒に遊んでくれますか？オッケーオッケー。遊ぼう遊ぼう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。おー、すごいね。手がリアルなんだけど。じゃあ、なんで今ウィンクした？あ、なんか一応表情が。なに？どういう表情かわかんないんだけど。こっちかな？こっち。どうやってもらうのこれ。あ、マジかよ。うわぁ。なんか、さらっと負けたんですけど。なんてことだ。表情に騙された。残念でしたね。残念だったよ。でも、喜ぶでしょ。何それ。お宝トイレットペーパーもらいました。お宝なの、トイレットペーパーって。おぉ、なんか知らんができたよ。何あれ、掲示板？ミーニュース。ほいほい。ランキング掲示板が完成。何ランキング掲示板？何のランキング？好調不調ランキングに？何それ怖いんだけど。え、マサオさんがランキング掲示板を設置したの？え、何それ愛の告白？とりあえず行ってあげよう。無視はかわいそうだ。行ってみたら。確かに気になりますね。うんうん。私も気になる。野じ馬根性がちょっと騒ぐよ。宛名書いてなかったよね。あれはアユナじゃないか。ん？なんかメガネかけてない？そんなもの与えたかな。勝手に？なんで？十字ボタンの下を押すとメッセージが早送りできますの。え？で？十字ボタンの下を押すとメッセージが早送りできるらしいです。あれは誰だったんでしょうか？誰だ、まあ、誰だったんだろうね。なるほど、なんかよくわからないが。じゃあとりあえず今回はこの辺で、なんだ、歌い出してしまう。キャンセル。ほい、ということで今回はこの辺で一旦終わりたいと思います。はい。ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回も、募集をかけたところ、住民の人が増えてくれるので、増えてくれる。はい。やっていきたいと思います。QR コードで読み取り。読み取る。ほい、ライチちゃん。ノリ系、第一印象、気さく。特徴、直感&勢い重視。大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ。知らない人ともすぐに仲良くなる。大変なことでも楽しみに変えられる人。いいね、賑やかそう。お、なんかできたよ。住人が増えた件かな。ニュース速報。ニュース速報です。アユラジマの皆さん、改めて。ニュースが始まります。この度、どういうこと？お、本格的に毎日あるってことかな。他の地域で起こった出来事も？最新のニュースは毎日朝7時と夜7時にお伝えしますので、お見逃しなく。毎日朝7時と夜7時、ちゃんと朝と夜のニュースがある。
今まではね、速報ばっかりやったけど、遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。遊びたくてあんなに跳ねてたの。共通点クイズ。二人の見えの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？何それ？共通点クイズ。第1問。共通点クイズ。右と左は、マンションでお隣さんである。お隣さんだよ。さっき増えたばっかだし。はいでした。はいでした。106号室と107号室。次へ。共通点クイズ。第2問。ほい。僕と台湾は同じ満足のレベルである。え、どうだっただろう？そうじゃない？わからん。はい。答えは、誰かが突出してるとかいうことはなかったと思う。はいね。レベル2。共通点クイズ。最終問題。最終問題。朝音はすぐは、下の名前の文字数が同じである。うん。最終問題優しいな。はい。そこで見てわかる感じの。はいでした。おめでとう。あはははは、って。おめでとうございます。ありがとうございます。一つだけあげます。どれか選んでください。ここは、でかいの。お、なに、ランドセル。お宝ランドセルをもらいました。一緒に遊びませんか？一緒に。てかめっちゃ外じゃない、これ。遊ぶ。お、食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか。三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？なんだそれ。スタート。モザイククイズ、第一問。みんな伸ばすとこ面白いよね。これは何でしょう？ブロッコリー。ほい。答えは、ブロッコリーでした。あれは写真？写真だよね。モザイククイズ、第二問。これは何でしょう？え？懐中時計？懐中時計。答えは、ちょっと貝殻と迷ったんだけど。最終問題。おー、よかった。モザイククイズ、最終問題。最終。これは何でしょう？難しくね？何？紅茶。どれも違う気がするんだけど。おー、どうやってもそう見えなかった。ありがとう。でも一応正解できた。おめでとうございます。なんとか。はい、ありがとう。お、これは、でかいの。何？ミラーボール？お宝ミラーボールをもらいました。真ん中のロボットが良かったかな？夢。夢は毎回あれなんかな？お、違う。なんかすごい、落ちながら走ってるんだけど、何あれ。あ、一回転しそう。すごいな。何の能力者なんだ。ニュース速報。速報は速報でちゃんとあるんやね。ニュース速報です。ニュース速報です。お待たせしました。質屋さんがオープン。質屋さん、マジで。おー、なんかすごいいいね。ステンドグラス入ってる。あれ、そしてニュー質屋さん、ちょっと入ってみよっか。いらっしゃいませ。あ、一応、これは何？売る方ってこと？あ、だね。売る方だね。なるほど。まあそっか、質屋さんで物を買うことはないか。さあ、夢は？何これ？工場？怖い。怖い怖い怖い。何事？怖いよ、何の工場なの？恐ろしい。みゆちゃん大量製造所。怖い。うなされるよ。はい、ということで、今回はまあこの辺で終わろうかなと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回は、いつも以上に住人になりたいという方が多く来てくださったので、今からちょっと QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、まず1人目、シッシーさん。和み系、第一印象穏やか。特徴マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る。嫌なこともすぐに顔に出る。
あれ、うちのマンションはあれだね、なごみ系多いな。そして、見た目が海賊っぽいのに究極の癒し系タイプ。ものすごいギャップだな。オッケー。はい、二人目はアキちゃん。ドライ系、第一印象自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短気。ズバリ言い切る、成果にこだわる。バリバリ型、厳しいリーダーなタイプ。これだと思うことに全力で取り組む。理想と現実のギャップに悩むことも。おー、唯一のドライ系じゃない？いいね。アキちゃんね、子供キャラなんだけど、でもこの、なごみ系、ほわほわした人たちだらけの中で、ちょっと、リーダーシップを取ってくれそうな気がして、楽しみやね。オッケー。ほい、三人目。ユニポンちゃん。ここもやっぱり個性的な格好だな。かわいいね。なごみ系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。お、ユニポンちゃんはあれか。私と全く同じタイプかな。一応子供キャラやけど、大人キャラの私と、全然仲良くなれそうな気がするよ。はい、オッケー。お、なんだ、ニュース速報が入ったぞ。ミーニュース。ほいほい。お、祝人口10人達成。あ、そういうのちゃんと記念でやってくれるんやね。おお、島のホテルのロビー。島のホテルどこ？そうそう、少しずつ賑やかになってきたね。嬉しいことだよ。みんないっぱいね、住人になってくれて、嬉しい嬉しい。え、住人ごとにパーティーあるんかな？はい、最後4人目、黒影さん。めっちゃ個性的すぎる格好だけど。なごみ系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ。ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。ここも見た目とのギャップが。結構ね、なんだろう、ドライ系な感じなんかなって感じやけど、ドライとかクールとかね。でも、なごみ系のニコニコ型やって、これもいいギャップ？オッケー。ユニポンちゃん。あ、すごいね、部屋。これあれやろ？今月限定のとこやろ？おー、もうね、現実では桜は散ってきているけど、散って葉桜になっちゃってるけど、いいね。一年中、桜のお花見気分が楽しめる。ユニポンです。いろんな意味で、マイペースな女です。いろんな意味。マイペースのいろんな意味ってなんだろう。知りたいんだけど。新しい服が欲しいです。お、早速新しい服。ユニポンちゃんは制服をね、工夫していて今時っぽい感じの子だから、こういうの好きでしょう。あ、かわいいじゃん。と、まあまあ気に入ったようです。あー、すごく気に入ってはくれなかったか。そしてその隣は、お、うん、なんだ？びっくりした。黒影さん。もはやこれは何なんだ？部屋なのか入り口がどこかもわからないぞ。宇宙空間にいらっしゃるんだけどなんか。ちょっと入ってみよう。独特なとこだね。笑顔の似合う男も心がけています。笑顔の似合う男。うん、いいと思う。でも絶対こんな部屋落ち着かんくない？大丈夫っすか？人に気を使いすぎて、たまに疲れちゃいます。あ、人に気を使っちゃうタイプなんだね。いやー、でも、人に気を使うのか？この部屋に人は来にくいと思うが。ほい、ってことで次。お、あきちゃーん。唯一のドライ型。秋でございます。典型的な姉御肌だそうです。典型的な姉御肌。いいよー。姉御肌な子供いいね。ツンツンしてそう。そして、シッシーさん。あら、シッシーさんもなんだ、こけた。ごめんね、決定的瞬間見ちゃったわ。なんかすごくなんだろうね。神殿ですか。海賊の格好をして神殿に、不思議だね。入ろう。
シッシーです。シッシーです。癒し系男子ってよく言われます。癒し系男子。癒し系男子最近流行っとるよね。流行ってないかな。なんか結構、なんていうの、女の子よりも可愛いような男が流行ってない？ちょっとホワホワした感じのさ。あゆなのそっくりさんのことは、島のみんなで応援してますよ。おー、マジでありがとう。あゆなのそっくりさん、私でしょ？島のみんなで応援してくれてるらしい。ありがたいことじゃないか。それじゃあちょっともやってる方たち。何？なんで体重測ってそんなびっくりしてんだ？え、どうしたの？衝撃の体重だったの？100キロだったとか、固まってるし。こんにちは。おい、こんにちは。何があったか教えてくれないの？新しい帽子かよ。痩せたいですとかじゃないのね。ちょうどさくなっていくかもしれない。どうよ。なんとも言えない。あ、でもまあまあ気に入ったのか。よかったよかった。それはよかったよ。ちょっと一回見てみよう。お、ミーニュース。文字になりました。ミーニュースをお伝えします。親切な大使。台湾さん？魂の拾いらに引っかかり。え、どういう状況？どういう状況ですか？そしてなんか名前違ったぞ。アスモくんでしょ、今の。で、ケンくん、クールだよ。なるほど、そういう感じらしい。たわしが木に引っかかるっていうのがどういう状況かがよくわからないけど。ん？誰かが呼んでいる。ケンくんじゃないか。来い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 。遊んでください。遊ぶよ。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。なるほど。お、行事はユニポンちゃんじゃないか。はい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 。どうだ？すごいね。あははは、買っちゃったんだけど。終わる。イエーイ。ありがとう。一つだけあげます。お。どれか選んでください。大きな箱より小さな箱に幸せは、あるらしいので。お、方位磁石をもらった。ありがとう。真ん中の何やったんやろ。ちょっと気になった。お、なになに、あきちゃん呼んでるじゃん。行こう行こう。一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。なに、お部屋変わったからちょっと、ルンルン。遊ぶ。お、一人で絵合わせ。一人かい。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。五回失敗する前にすべてのパネルを揃えられるかな。え、あきちゃんは見てるだけっすか。スタート。ピーナッツ。マサオ。え、人の顔もあるのか。茶碗蒸し。ユニポン。お、茶碗蒸し、ここだね。じゃ、ここ。スーパースコープって何？ここ。あー。お、隣同士じゃねえか。マサオ。ほい。ピーナッツ。お、いいぞ、これはいけるね。ユニポンちゃん。よっしゃ、ラスト。あったりー。おめでとう、ありがとう。おめでとうございます。はい、どうも。一つだけあげます。それか選んでください。じゃ、今回はもう、思い切って大きいものを。何それ。お、たこ焼き器、やったね。大阪の人間は一家に一台持っているという。私も大阪じゃないけど持ってるけどね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。